シスタントのさきです。社長、地味に久しぶりな感じですね。うん、何かと最近忙しいんだよ。で、今日は募集のお知らせでしょ。はい、では無駄口を慎んで早速募集のお知らせをさせていただきます。今回は現在開催しているゲームイベントのボイス動画へご参加いただけるメンバーを募集させていただきます。ご都合のよろしい方はぜひともご参加をお願いします。作品名、乙女ゲーム、危ない黒い恋人。20代後半になり結婚を意識し始めたツンデレのあなたは3世代のイケメンたちと恋に落ちる。ところが彼らには誰にも言えない秘密の顔があり、偽りから始まった愛を本物にすることができるのか。甘い恋芸に飽きた女性に送る大人のラブストーリー。続いて企画趣旨のご説明です。現在開催してます。愛するがゆえにという特別ルートのイメージボイスの収録およびミックス制作になります。当ゲームは実際に音声がありませんので、キャラをイメージしたボイスを動画で公開しています。募集項目、男性キャラ4名、女性キャラ2名、女性ナレーター1名、ミックス氏1名です。次はキャラ設定ご説明です。男性、メインルート、大山雄大、47歳、ちょうど S な中年紳士、低音で落ち着いたイメージになります。男性、メインルート、五十嵐拓也、18歳、日本一人気のあるイケメントップアイドル、甲高い若年層の声になります。男性、メインルート、浅岡照樹、32歳、クールの一面を持ち合わせたツンデレキャラ。男性、イベントキャラ、北条明、主人公の会社の御曹司、イベントキャラになります。女性、上田真美、28歳、主人公の親友の雑誌記者、元気で明るい声のイメージです。女性、高木あやね、28歳、少し落ち着いたセレブな女性イメージです。ナレーション、主人公をイメージしましてツンデレ女性の声になります。本編のナレーションはありません。ミックス制作、1ルート1000文字程度で、プロローグ各キャラの4つの音声収録のミックス制作をお願いします。サンプル収録セリフ、YouTube をフル活用して全米の女性を魅了する乙女ゲームを企画しようという合言葉で音声をサンプル収録いただき、動画詳細箇所記載の URL より必要事項をご記載の上、添付メールで音声を送付ください。当方の企画では、みんなで面白いボイスドラマを世界に配信しようというコンセプトで動画を公開しております。ご参加いただけます方はぜひゲスト対談にもご参加をください。皆さんのご応募をお待ちしています。最新動画の情報はチャンネル登録してチェックしててね。早く終わりましたから、たまにはいつもの焼き鳥行ってみますか。あ、最近行ってないからね。でもこれからグリーのコミュで募集した秋の絶品スイーツをチェックしてお取り寄せしようかと思って。明日でいいじゃないですか。よし、割り勘で行こう。え、割り勘ですか。じゃあじゃんけんで負けた方がゴチにする。だって社長、後出しするからな。